一気章は、江戸時代中期の、源氏物語の注釈書。江戸時代中期の、源氏物語の注釈書である。著者は、この絵あ第二十代当主のこの絵元広全73巻74冊。昭徳6年うるう2月5日の成立。この頃は、源氏物語の注釈書の中ではすでに真鍮の時代に入っているにもかかわらず、本書の内容には、 心中の影響は全く認められず、宮中そのものである。その一方で、近世道場社会における、源氏物語の需要状況の反映が見られる。一気章とは、この江本博自筆本の表題に書かれている名称であり、序文によりで一気章と名付くとあることから、著者である、この江本博自身が名付けたものであると考えられる。源氏物語一気章あるいは、 源氏一気章とも呼ばれる。一気とは、木古一杯の土のことで、わずかなものを意味する。論語、主観第9にある、わずかなものでも積み重なると山になるとの例えから、この書物のわずかな注釈から、源氏物語全体を理解することにつなげることを意図しているとみられ、このような命名名称は、水原章、川海章、西流章、山下水、 民工入りスワエなどのような注釈を水の流れに例えて少しずつの注釈が集まって大きな流れになるとする名称を持った古注釈の流れを受け継ぐことを意識しているとみられる。序文と判例からなる首巻きが一冊、各巻の注釈が本文のない雲隠れを含み、大0二条ははきに、大0九条あおい、第十条さかき、第十二条すま、第十三条あかし、 第21条少女、第22条玉かずら、第29条行行、第31条牧柱、第34条若名城、第35条若名下、第44条竹川、第46条椎野本、第47条揚げ巻き、第49条宿木、第50条安妻屋、第51条浮船、第53条手習いが、それぞれ2巻を費やしているため、 73冊となっている。この妹元宏は本書の序文において本書は以下の要素からなるとしている。序文においてある人物に源氏物語の公釈をする必要が生じたためとしている。文中に明記されてはいないが、ある人物とは著者、この妹元宏の孫である、この井江久のことであると考えられる。そのため本書の中には、 しばしば、これまで公尺一座分なりや、これより公尺二座めなりといった公尺のための注意書が見られる。さらには、天皇に対して公尺を行う時のための注意書きも見られる。赤島木において、切壺帝三が亡霊となって、光源氏の夢に現れた際、自身に知らないうちに犯した罪があることを語っているものの、その内容について触れていないため、川解消など、 古注釈においてこの罪が何であるかについての注釈があるが本書では天皇に公釈を行う場合にはこの点については触れるべきではないと注記している本書を利用しての公釈が行われていたことがこの絵本広の日記元広公記などに記されているまだ本書を執筆中であった聖徳3年8月25日この日 源氏物語の公爵を行うとの記述が、元広公記に初めて現れる。この数日前である8月21日には、同日付の家久手書館において、源氏物語2冊及び、民港入りそばへ2冊を用意するなど、公爵の準備を指示している。また公爵の前日である8月22日には、公爵に備えて、終日、章を読んで過ごしたと、元広公記に記されている。 その後、8月28日、9月3日、10月24日、11月15日に、源氏物語の公釈が行われ、11月24日に、起立母の公釈を終えるとの記述、11月28日に、母木にの公釈を始めたとされている。本書が書かれた時代は、宮中の集大成である、古月章が出版され、すでに新中の時代に入っているにもかかわらず、 本書には、真鍮の影響は全く認められない。このことからかつては、本書の内容は宮中そのものであり、改めて研究する価値は低いなどとされてきたが、近年では、江戸時代の道場区下社会における、源氏物語の需要状態を反映しているなどとして、再評価されつつある。各館の奥書きに、巻ごとの執筆開始日と終了日が記されている。その他、 この江元宏の日記、元宏後期などには、以下のような本書の成立等に関する記述が見られる。本書完成の直後、この江元宏から、孫のこの江江妃への伊勢源氏切り紙伝授が行われている。また、元宏後期、教法2年10月16日上には、この江元宏の娘である、江戸幕府第6代聖位大将軍徳川、家の部政室、この江広志士との間で、 一気章二冊が返されてきて、時間を借り受けたい旨申し出があった旨記されており、この時以外にも、本書を数冊ずつ借り受けたり返却したりしたことを示す、消息文が、いくつか陽明文庫に残されている。序文において、秘伝として、他件を禁ずると記されている通り、現存する写本の数は少なく、広くるふした形跡はない。ありがとうございます。